それで、えー、学習法なんですけども、えーまあ、いろんなたくさん本が出ておりますけどもね、えー、この講座はあの、えー、品質品質問題集でございますので、えー、よく出る模擬文過去文というのを含めてもいいんですが模擬文をできるだけ多く行うことって書いてありますがつまり品質の模擬文を たくさんん行うことなんで,す、ね、であのこれ後ほど説明しますけども、えー、そういったその品質のよく出る問題これをこの講座では選んでおりますので,で試験科目はですね試験見物に関する法令こう通称法令つ言っておりますが2科目目に基礎的な物理学および基礎的な科学 物価と呼んでいますね。物理と化学。が三科目目に危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法、性章と呼んでおりますが、性質の性と消火の消ですね。でこれがあの三科目とも、えー、それぞれがですね、それぞれの科目が問題数の六十パーセント以上ができないと困るんです。つまり一科目だけ百点取ってもダメなん ね、ええー、3科目だから平均したそれることっていうことになりますね。問題数の60以上でですすからそんんななに難しくはないんですねというのはあの15問だと、えー、9問以上できればいいわけでしょ法令はそれからあ物価は6問以上できればいい、ね、であの政賞は6問以上できればいいっていうことですから、えー、完璧を着さなくてもいいということにもなりますね。 でまあ、とにかくそういった各科目がこう平均的にできるということが必要なんですね。で,、えー、で問題はですねあの五子択一方式なんですね。で5つの枝からなっておりますから、まあ、大変あの、うん、迷いがちなんですね。で4子だとまあ割合楽なんですけども5子ですから。でまずうこれだというように思いましたらば。 まあそれにする以外にないわけでありますけどもとにかくあんまり迷わないということなんですね。ですで目的はですね受かるということですから、えー、合格すればいいわけですよね要するに当たり前の話ですけどですから、えー、学習するよく出る問題ですね。えー ととといいううものをよくくやっておくということですで本講座も、えー、だいたい45%以上出るものをですね選んでおりますので、えー、まずこの講座を勉強いたしますれば、えー、合格できるものとあの確信しています。